さあ解説していきましょう。2011年の京都大学の問題ですね、見ていきます。 A、B、A、B、C、A、C、A の長さがそれぞれ12、11、10の三角 ABC があります。各 A の二等分線と辺 BC の交点を D とするとき、線分 ED の長、AD の長さを求めてくださいねと、A、B、C っていうのがあって、よいしょよいしょ、順番に12で11で、10で、で角の二等分線がありますよと、で交点 D ですか、この時 AD の長さを求めてくださいってやつですね。公式使って一発でポンってやってしまっても問題ないと思うんですけれども、一応ですね、普通にやるんだったらどうやって考えればいいのかっていう話をしていきたいと思います。まず角の二等分線があるわけですから、当然ここ5対6に内分されてるはずですね。12対10に内分されてるので、5対6に内分されてるはずだと。でそうするとよくよく見てみると、長さの合計、これ長さ11になってるわけだから、5、6で分ける、おっぷす失礼逆やっけ6、5ですね。6、5に分かれてるわけだから、当然ここの長さリアルに6、リアルに5っていうふうになるわけですね。でそうすると何が分かるのかっていうと、最終的に AD の長さどうやって求めればいいのか、ここの角度っていうのを考えていってあげて、ここのね、角度のコサインを出してあげれば、余弦定理で AD 出すことができると。別にこっち側でもいいんだけどね。じゃあそうすると最初にここの角度はどうやって出せばいいのかっていうと、全体の三角形使ってあげて余弦定理出すことができますよねって話ね。でこの話も取説の 1A かな、 1A の方に同じようなものが載ってますので、ぜひ確認をしておいてください。角 ABC イコール、シーターとしましょうと。そうすると、三角形 ABC で、余弦定理よりコサインシーターイコール、よいしょと、2×12×11÷12÷11÷10と、これでいいわけですね。でここの部分÷2÷2があるんだから、和戸さんの積を作ってあげて、21÷10×11÷10って考えれば、 21×1 が21になりますよね。だから 12×12 でこっちが21だと。で、2×12×11 ですか。2×12×11 なので、3で割ってあげると、これが4で、7で、4で、だよね、3で割ってるからね。でそうすると分子が48+7だから55になって、分母が 2×11 になるわけですから、2×4×11 になるわけだから、約分ですね。ということで1/8っていうふうに出てきますと。ということで、コサインのここがね、1/8っていうふうに出てきたので、あとは最終的に三角形 ABD で余弦定理使えばいいわけですね。ということで、最後三角形 ABD で余弦定理を使えばよくって、はい、AD の長さがルート12÷6÷2×2×12×6×、コサイン B ですから1/8だと。こうですね。でそうすると、これで約分すれば9かな、でね、72だからね、ということで90なので、√144+36-90ですか、これ計算すればいいので、どうなるんじゃ、√90になるんですか、はい、ですから3√10ですね、はい、答え3√10っていうふうになりますと。こんな感じですね。で一応公式も紹介しておきましょう。こっち行きます。さあ公式、どんな公式なのかっていうと、角の二等分線を表す公式で、こういうものがありますので、知っておいてもいいかなと思いますが、別に知らなくてもいいかなとは思いますけどね、なんかこの公式を知ってたらすごい便利だったっていう場面あんまり見たことはないので、正直覚えてなくてもいいかなと思います。ここ X としておくと、 X はルート AB-CD で出すことができます。こことここの積引くこことここの積でルートをつけてあげればいいと。証明どうやるのかって、証明一応やり方簡単にパッと示しておくと、
佐賀県の外接点書いてあげるんですよ。で、各の2等分線を延長してあげて交点取って、まあ、ABC ここ D でここ E とかにしておいて、まあ、ここを XY とかっていうふうに置いておくと。で、まあ、もちろん ABCD なんですけれども、で、まあ、補助線1本引いてあげて三角形作ってあげて、まあ、これが相似だよねっていう話から、X と Y の関係式作って、あとはもう一個ね、方形の定理で XY イコール CD とかっていうのを作っていただければ簡単に証明できると思いますので、時間があったら証明してみてくださいね。OK。ということで、角の二等分線の長さの求め方、定番の余弦定理を2回使うっていう方法で紹介しましたので、しっかりと復習をしておいてほしいかなと思います。